はい、今日も、お越しいただきましてありがとうございます。ピピン AP 生き物チャンネルようこそ。ですね、今日はですね、何をするかと言いますと、またあの幼虫のマット交換です。えぐいです、数が多すぎる。さて何なのか、今日はこちらです。でん、ヘラクレスオオカブト、ヘラヘラですね。これちょっとね大変だと思うんで、今日の友達がいます。エナジードリンク、よし、じゃあ行きましょう。はい、ではですね、今ヘラクレスが入っている容器がこちらです。3個ありますね。この中にですね、なんとここにある記録してる、ここにはね23匹入ってて、ここには20、ここにも2ですね、63で、一応今回はちょっとグラムを測って、大きそうなオスとメス分けて、ちょっと良さそうなやつは瓶でちょっと管理していこうかなと思ってます。他はねちょっと申し訳ないんですけど、こんな形で餌を少し変えてやっていこうかなと思います。はい、じゃあですね、ちょっと1個だけ、出してみたいと思います。これは23匹入ってる予定のですね、ここにちょっと出して、絶好調ですね。みんないけますよこれ。どうやっていこうかな。これいけんのかな。ちょっといくよ。これやばいな、これやばいですね。こうしましょう。あ、これやばいな。ちょっと想像を絶する量入れちゃったから。うわ、これはやばい、めっちゃいる。これはめっちゃ、ちょっとこのぐらいにしとこうか。いや、これやばいな。これはちょっとあまり良くないですね。まず、これで凶暴なんですよね。ヘラクレス幼虫、あまりね、こう持ってるとね、噛んでくるんで怖いんですよ。待って、数だけ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、22、23、はい、全員生きてます。すごいですね、全員生きてます。はい、ではですね、ちょっとグラムを測っていって選別していきたいと思います。重いのかね、マットが足りなかったんでちょっとやばいっすね。ちっちゃいのからいくか。これ多分メスっすね。50g、そんなもんすかね、わかんないね。68、53、56、これはでかい。74、クロスでしょ。76、モンスター。おー、オスは70代ですね。
でですね、一応この2300かなのボトルに入れておきたいと思います。ちっちゃかったな。今回ですね、一応個別飼育するのが一つのボックスから1ペアだけちょっと取ってやってみようと思います。なんで、3ペアメスの方も投入。ではですね、2個目の、衣装ケースもちょっとばらしてみました。そしたらね、やっぱり案の定のマットが足りないんで、ちょっとね、注文して届いてから残り1個はやろうかなと思ってます。次の、ケースは20頭いる予定でしたが、果たしてどうでしょう。なんかね、心なしかね、こっちの方がでかい気がする。これはどうかね。お、でかい、86。そうですか、ちょっと一旦86。こんなに、わー、結構あるかな。80台乗ってますね。70。ここあいつが衣装ケースはこんな感じです。これがメス。ですね。はい。よし。一ケースあるんですけど、これはね、ちょっとマットがないんで、届いてからにします。潜ってってます。はい、ではね、今回ちょっと、マットが足りないという事態に陥りまして、一旦、終了です。はい、でまたマットがね届き次第交換動画上げようと思いますので、その時はまたちょっと見ていただければなと思っております。はい、では今回はですね、これで終了です。また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。